こうでしょ、こうね、オッケー、映ってる、よいしょと、よいしょ、あ、よいしょ、マットを押します、とりあえず。いやいやいや、なかなか頑張った日ですね、今日。めっちゃひげ生えてる。でもおかんからもらった温泉水をね、まずね、顔に塗っていきます。今日はね、若干簡易的にはなるんだけど、ナイトルーティン的なものをね、撮ろうと思い立ちました。こうなったら、今日ね、まず、まあ朝一から動画の構成練ってたわけよ。そんなに毎回ちゃんとやるわけじゃないんだけど、1分超えの動画とかさ、長めの動画は1分に収まるかどうかとか考えなきゃいけないじゃん。すいません。というのを朝からやってまして、その流れのままショート動画を1本撮って、で、2本目撮ろうと思って、2本目のあるあるの内容を考えて、撮って、みたいな。日々その繰り返しなんですけど、そんな感じでやってました。あとトイレットペーパー買いに行ったりしてた。やたらなんか今日はね、動こうっていう日だったんだよね。あ、今温泉水と化粧水を塗ってこのパックをしていきます。初パック、これもいただき物なんです。本当パックをね、いただいてばっかりで申し訳ないっていう感じなんですけど、自分で買えってね。すごいツヤツヤ、塗りたくてね、あまりよ、首とか大事ですよって。この中にも塗っていきます。これ見て、こんなん出てきた。これを全部、足、体中に塗っていく。もったいないから、もったいない。水分補給大事。今日の夜ご飯はパスタとオムレツでした。簡易的なもので今日は済ませました。で、この洗い物を溜めれば溜めるほど洗わなくなるから、その日のものはその日のうちに洗うという、そういう試みに取り組んでいます。お家が仕事場だし、グループじゃないから自分一人いればできる仕事じゃないですか。言っちゃえば。定時出勤、定時退社とかがないから、サボろうと思えば全然サボれるし、遊ぶって決めた日は本当に何もなくしてパーッと遊ぶんですけど、今日みたいに、今日こんだけできるなみたいなノルマを高く設定する日がたまにあるんですよ。最近ほんとね、朝5時半くらいにも目が覚めるんですね。で、なかなかそこから寝れないわけよ。もう携帯確認してみたりとか、ちょっと編集してみたりとか、見てる途中のドラマを見てみたりとかしたら目が覚めるから、遅くからカーテン開けて活動スタートみたいに今日はなっちゃって、トイレットペーパー買いに行こうって朝思ってね、カーテンシャッて開けて換気しようと思ったら、もわもわってなって、朝7時台だと思うんだけど、全然もう出れたもんじゃないって思って、俺もうだから出ないってなって、暗くなってから出ようって。難しいよ、早いよ、暑くなるの早すぎ。暑くなるの早いし、暗くなるの遅いし、家出る時間の決まりがない分さ、外に出るの遅くなるわけ。だからもう暑いってなって、お昼何食ったんだ、なんだなんだっけ、まあ納豆ご飯食べた。朝ご飯何食べたの、じゃあ、あ、パン食べたんだ、パン、うん、え、多分わからない。毎日が家の生活だから景色変わんないから、昨日の記憶なのか今日の記憶なのか分かんないけど、とりあえず昨日も今日もパン食べた、焼きそばパン食べたって感じですよ。移動しよう、よっこい。パークがね、終わる時間を待ってる間は軽いストレッチをしてみたりとか、風呂上がりなのに筋トレを始めてみたりとか、なんかそういう美意識モードに切り替わります。体が綺麗になったら、こうなんか内側からもっと綺麗にしなきゃみたいなスイッチが入るわけよ。体めちゃくちゃ硬いの、多分ね、硬いなりにやってるつもりになってるだけで全然ストレッチになってない。これ突っ込られるやつ。ダンスレッスンとかやってる時もうすごい心配されてたもん、切れるよこれって。だからそういうことを言われるようになってからは、なるべくこうこれ以上硬くしないように、すんごい柔らかいのを目指してるっていうよりは、もうパキパキになるのを阻止するっていう気持ちでストレッチをやってます。あ、でもいつもはここでね、ここ映ってますか、ここベッドなんですよ。これこうやって、そこにプロジェクター映るんで、こうやってプロジェクターをこう見ながらストレッチをやったりとかしてます。こうやっていいでしょ。でも最近聞こえてます、これ。最近プロジェクターがバキバキになっちゃったのよ、なんか映像がなんなっちゃうよ。ナイトルーティンって俺あと何やってるんだろうね。夜だからカーテン閉めた。あと炊いたお米を冷凍しました。どのくらいだな、何はともあれ眠いです。5時半起きだからね。最近起きる時間も寝る時間も早いから、じいちゃんじゃんって言われる。なかなか日付を超えて寝ることってなくなったね。10時にはもう眠たい。そこが葛藤なんよ。やっぱ何か見たいし、昨日珍しくね、韓国の映画を見たんだけど、まあ、レンリアを見進めたりとか、一攫千金系のやつとか僕好きなんで見ますね。時間足りないっちゃ足りないんだけど、足りる日は全然足りるのよ。今日はなんかね、時間がたくさん必要な日なんだ。ちょっと髪乾かしてきますね。よいしょ。で、パックが終わったらね、この美容クリームをこう塗り塗りしときます。このクマがね、なかなかもう最近本当にね、肌荒れをしなくなったんだよ。どうテカテカになった、正面さん拾ってください。でね、僕がここのところ飲んでるのがこの R1 ザゴールドってやつ。これ結構風呂上がりに飲むことが多い。知ってるわ、ゴールド。パッケージもなんかかっこいいっしょ。
なんか特別感があって、僕もともと養成所やってる時に R1 をね毎日飲んでる友達がいてね、教えてもらったんだけど、体調管理のために飲んどきなって言われてね、こうやって飲んでるんだけど、いいのよ。全然そんな甘すぎることはないから毎日飲み続けやすい。でやっぱ養成所当時ってレッスンも毎日あったし、そのなんか審査会とかでデビューオーディションとかで普通のオーディションもあるし、出演させていただくこともあるしみたいので、基本的にもういつでも体調は万全にしといてねっていう雰囲気だったのよ。もうむしろ体調不良で休んだりとかしたらすごい結構やる気あるみたいな、こりゃ崩せんみたいな感じだったんよ。面接とかね絶対にすっぽかしてはならないからね。でオーディションで言うと、今福岡でもいろいろ受けさせていただく機会って最近あって、他にもこの日は外せないなっていうね用事がね急に決まったりもするじゃない。今年30だし不具合が生じやすくなってますしっていうのもあってね、もうここぞっていう時のために飲んでます。これ何がゴールドなのって思うでしょ。金じゃないんだよ、飲み物は白いの。ちゃんと中身の見た目は別に変わんないのよ。このゴールドっていうのが普通の、通常の R1 あるじゃん、通常の R1 に比べて乳酸菌 EPS が2倍らしい。 EPS ってなんぞやじゃん。 EPS っていうのが乳酸菌とかが作り出す多糖体らしくて、で多糖体なんぞやってなると、キノコとか海藻とか野菜とかに含まれてる微生物が作り出す新しい可能性を秘めた成分らしい。ゾクゾクするね。その成分が2倍入ってるパワーアップ版らしい。りっちゃんナンバーワンってことです。ナンバーワン、ホストです。姫からなんと R1 ザゴールドいただきました。よいしょってねやつです。ホストやったことないからわかんない。難易度高い。りっちゃん一番願掛け的なね、もう意味でも気持ちから入るから全部何でも言っちゃえばいい、頑張ろうって言えば頑張れるし、笑顔でいたらポジティブになれるみたいなね、そういう R1 りっちゃんナンバーワン、よろしくお願いします。ありがとうございます。さあさあさあ、こちらへ。まずい。編集ね、やるか。やりますよ。やりたくないんじゃないんですよ。やりたくないわけじゃない。やりたい、むしろ編集僕好きです。好き。取り掛かっちゃえばもういつまでもできるけど、取り掛かるまでが非常に足が重いね。わかる。クラウチングスタートの格好するまでがきついみたいなとこあるやん。一番きついじゃん、あの体勢が。しゃがんでさ、膝曲げて大変じゃないですか。斜めのこれに足掛けるなんてなんかわかんないし僕、それは関係ないけど、でもそっから走り出したらもう止まらないじゃんみたいなさ、家があるじゃん。そっからね、もうそれアドレナリンとか足が回ってもう止まらない止まらないみたいになるわけで、先週もね、それと同じなんだよ。先週もやりだしたら時間の概念なくなってるもん。2時みたいな、もう2時とかね、寝なきゃってなんか頑張って失速させるんだけど、クラッチングスタートのラインに立てるんだよ。あ、てか待って、 TikTok 上げなきゃじゃん。今日撮ったやつ上げるんだよ今日。土日大事だよ。あ、まだ汗汗、もうちょっと時間あったらよかった。僕はレンリアを見たいので、そのために頑張ります。頑張ります先輩。よっしゃよっしゃよっしゃ。ナイトルーティンになってた。明日は実家に帰るから、そうだ、実家に帰る準備もしなきゃ。服とか福岡土産も頼まれてる。謎に北九と福岡違うんで。よっしゃ、起きろ。起きました。熱波キパキです。練習頑張ります。